こんにちは。5歳の男の子が舌小体が対短縮症気味だということで、お悩みなんですね。りがぎみたいな音になったりとか、さがせか せに発音されてしまうと、下顎が少し左側にずれると、食いしばる感じがあって、まあちょっとどういうふうに対処すればいいのかということで、ご質問をいただきました。舌を前に出すトレーニング、私もあまりうまくできないんですけど、実はベロは前に直接的に出た方がいいですね。これは繰り返し行うトレーニングです。そういった面でそのトレーニングをまあ普段からやられた方が普通の方でもいいと思いますし、こういった舌小体の短縮症気味な方っていうのはそれをやらなければいけないんだと思います。まあそれでも通常はこういう練習してるとね、それで切れてしまうということがあるんですけど、それでも切れなくてやっぱりこう舌がこっち側にこう返ってたりするようでしたら、できればやっぱり切られるっていうのが一番簡単かなというふうに思います。またそれを切られた後も、その前に出すトレーニングっていうのは続けなければいけないので、ずっと続けてみていただくという形で、こういった時に対処されるのはどうでしょうか。ちょっと回答になっているかどうかは分かりませんが、そういったトレーニングをしなければこういった方はなかなかうまくいかないよということを覚えておいていただければいいかなというふうに思います。本日は以上です。